ンタクみんな見てんの。そら見れろ。こんにちは、テリーです。今日はね、南紀リゾート、南紀白浜リゾートホテル小川浦さんっていう小川の別邸いうところに行きたいなと思っています。さっきダイバーが行ったなと思ったら、今こっち側に見えるのは釣り人の渡し船やな。あ、渡してちょうど帰るとこ、海に佇むママちゃんやな。3時チェックインなんで、まだまだその時間があるので、いつものビーチに来てポーッとしております。もうなんかバーベキューとか炭焼くのもめんどくさいので、いつでも起きながら今流行りのチェアリングとかいうやつをしてます。誰やチェアリングって名前つけたやつは。池品はちょっと昼飯だけを食べようと思って、井の吉っていうところに顔出したんですけど、数量限定やんな。数量限定の、カホゼンっていうのを食べました。竹。なかなか、インスタ映えしそうな和食の数々で。値段は1100円なんですけど。美味しかったな。美味しかった。ちょっと質素な感じがいいんですよ。量的にもちょうどよくて。多くもなく少なくもなく。ちょうどいい感じで。美味しかったです。最後に茶碗蒸しついてくるんで、その茶碗蒸しをついばみながら昼飯を終えたところでございますわ。でそのままの足でちょっとここに、来てます。途中何やったかな、なんかいう、バリューハウスっていうところでちょっと簡単な買い出しをして、ちょっとビーチでくつろいでいます。まだこれしばらくここでぼーっとしたら、このままホテルにチェックインしようかなと思ってますんで。ここではビールは飲めないので、ジープちゃんも乗ってますから。コーヒーやね。暑いよ、今なんかかぼってるやん、ほっかぼりを。いや、眩しいから日よけ。かれこれ2時間ぐらいここにいますけど、ちょっと途中みかん買いたいっていう風にママちゃん言ってるんで、そろそろここ置いてみましょうかなと思います。あ、すごい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 、目の前何やこれ、何やこれ、目の前すごいやん。これは何じゃ、橋渡れんのかな、これ。そうですね、渡りますと、テニスコートになります。へぇ、すごい。じゃらららららん。じゃらららららん。普通の畳。畳マット。結構パノラマやな、待ってみたら。パノラマじゃないですか。結構パノラマじゃないですか。あそこが高級ホテル、川急や。トンネルを抜けると。トンネルやな。あら、プールがあるやん。すごい。教室もあるやん。すごい、すごい。ちょっと泳ぐにはきついな、まだな。お、桟橋や。
白川急、高級川急。今回の宿、ここの別邸、もう別邸らしいな。ちょっと一周してみるか。こんな感じ。今時間で4時ぐらいやな。やっぱり季節がこれぐらいの時間帯になると寒いな。まあそれでもちょっと乾杯だけしようか。いつもの安物ビール、いつもの安物ビールで川急を眺めながらな。乾杯。うまいっすわ。安物でも場所によっちゃうまい。ちょうど海の入り江のど真ん中に桟橋があるんで、もう風がすごいな。吹きすさらしやわ。どんな風にマイクが入ってんのか、多分ものすごい暴風になってるよな。ショックな、ちょっとお部屋紹介したいと思います。ちょっと入って右手がすぐにトイレ。玄関入ってすぐスリッパ、下駄箱あります。ということで部屋は10畳、床は畳マットです。で、間違いなく NHK が来てると思います、このテレビ。エアコンは一応お気に入りのお部屋タイプ。これ謎の床の間やな。かなり大きさは広い。何も入ってないですけど、クローゼット、一応ちゃんとあのテーブルもあります。サーモス、ゴイアジ、十分くつろげる場所はあります。まあベランダ並みの感じやね。一応ですね、コップは2つついてます。氷入れもね、氷どころ入れんやろな。冷蔵庫、相変わらずママちゃんは近所の安物のビールを持ってきます。トップバリュー、100円しないよこれ。ちょい沸かし器、水は入れてくれてないんで自分で入れましょう。間違い、満タン入ってました。さすが、この辺の別邸。これはね、テレビの下にある金庫があります、金庫が。あと、これ、非常食用、いざという時。さすが、この辺の別邸。一応金庫はかなり上等、1000万入ります。基本的にお風呂は部屋にはついてないので、歯ブラシとコップだけや。ドライヤーは常備されております。流し場はこんな感じ。チリ柔らか、うん、ビデビデ屋根、なんちゅうでもいいのはこの景色やね。めっちゃパノラマやな。ベランダは隣とつながってますけど、いい感じです。ちょっと外見てみよう。景色最高。隣の部屋と繋がってます。気使うね。なんかこの感じに似てるとこありましたよ、前ね。マンパさんでこんな感じだったな。
木の橋やん。テニス場ね。終わってるベンチ。終わってるベンチ。ジャングルのベンチや。後ろにテニスコートがあります。やってるぞ。おんのかな。で、ここの目の前に再び川急。誰もテニスはやっていない。まあでもできるみたいですよ。テニス、テニスやりたい人どうぞ。大きいテニス場。テニス場っていうのこういうの。ここでママ歌わなあかんな。月があれやな。すごいよく見えてる。小川浦別邸さん、この赤い桟橋が身を引く。よいしょ。エントランス。エントランスの中広いな。コロナ始まる前では伊勢海老料理の。へえ。ですからそこの水槽にも伊勢海老。あ、そういうことなんですか。うわ、すごい伊勢海老。今伊勢海老いないけど、ここに伊勢海老来たらしいじゃん。今空っぽやけどな。へえ。いいな。おいちっちゃ。おいちっちゃ。南紀白浜リゾート小川浦別邸。小川浦っていうなんかちゃんとしたホテルがあるのじゃなくて、このリゾートの別邸らしいですよ。ちょっと散策。昨日も通りましたけど、プール研修棟に行くところ、トンネルがあります。一応両方に分かれてる感じ。昨日も通ったけどね。多分こっちは研修と。ちょっとさすがに今の季節プール入るのは大変ですけど、一応プールあります。夏楽しいな。ここなんやろ。卓球場。あ、卓球できます。卓球、卓球できます。あ、いいね。昔ながらの感じのシャワー。目洗うやつです。えらい、昨日と違ってめっちゃ塩が引いてるね。塩がめっちゃ引いてるやん。透明度めっちゃええで。うわぁ、映ってるね、これな。綺麗な。透明度めっちゃええやん。魚おる？魚。魚おる？うん。どこ？そこ泳いでる。あ、そこそこもおる。どこ？ちっちゃいな。おい、そこそこ。アジかな？何やろ？見えへん。なかなかいいとこですよ。ん？どこ？あ、ほんまや。言います。えい、これ多分難しい。うん、赤いもうなんか
のカメラよりもスマホの方が全然性能がいいわ。あそこの船がなんか雑誌をしてるみたいな。置いてはんねや。ここ多分バーベキュー場ちゃう。さっきの中のレストラン。目の前に階段がありますが、多分入れない。あー、これは確かにやばいな。壊れかけてるわ。こっちにもよく魚おるやん。そこに鯉ちゃうで、これな、潮混じりの池らしいから。ちゃんと魚おる。海の魚。綺麗な、全体的な周りの土地が。綺麗綺麗。綺麗よ。全然綺麗。天気もいいし。最高やね。だってこの芝生綺麗にしてあるもん。なんだかんだ言って。すごく芝生が綺麗にしてありますよ。綺麗。裏からの景色もいいやんな。ほら、見てもおしゃれやん。こっからの景色が一番いいかもしれんな。今引き潮らしいけど、ちょっと降りてみよう。小魚おる、小魚。なんか自動販売機2階にあるらしいんで、ちょっと2階で自動販売機。あ、ここにあんの。あ、なるほど。確かに種類少ない。ほんまちょっとやな。でもまあいいや、うん、ビールが飲まれへんから。ソルティーライチ高。ちょっと高いかな。まあええか、ここでええわ。10円高いだけやもんな。うん、30円高いかな。庭かじゃ、そこのベランダ開くんかな。ベランダおるわ。めっちゃ暑いな。よいしょ。あ、ええ眺めや。結局小川の別邸にいながらすぐに川木を見ちゃうんだよな。あ、すごい、ええ感じ。パノラマやな、小川の別邸さんの上から大パノラマ。この動画景色ばっかりなんですよ。あ、でもこっからだと下にうつる水面のやつが撮られる。トンビトンビ。お風呂場こんな感じ。ただまああれやな、コロナの影響でこっちの大きな風呂は水入ってないんで、向こう側だけ。ここが源泉かけ流しでございます。こっち側が、こっち側が風呂欲しいよな。男の人入ってきたら、こっち側だと二人しかいられへんよ。じゃん。一応バスタオル等は用意されてます。ウェブサイトでよく撮られてる写真はこの角度かな。
全てにおいて素晴らしいんですが、唯一一個だけ欠点を言っておきましょう。あのね、コロナで多分かなり痛手をこむったと思うんですよね、このホテルもね。で、壁紙を一生懸命張り替えようとしよったと思うんですけど、でも節約のために自分でやったんちゃうかな。めくれてます。ピロピロ。